79回目の原爆の日、広島と長崎からお送りしています。中高生への平和意識調査についてもう少し見ていきましょう。小畑さん、お願いします。はい。核兵器の廃絶は実現するかという質問では、するが 73%、 しないが73人、そしてしないが379人となりました。その中で核兵器をなくすために自分ができることについて尋ねました。中高生の意見を紹介します。私たち若い世代ができることは、戦争、核兵器を心から反対し続けることだと思います。自分はもともと外国人でもあるんで、三言語を喋れるんで、外国人とも、そういう長崎で起きたことを発信できればいいなと思います。将来教師を目指しているので、長崎で働くにしろ、県外で働くにしろ、そうやって子どもにと直接話す機会があるからこそ、自分がこれまで学んできたことを下の世代にも話したりすることができればいいなと思ってます。なくならないとは思ってますけど、なくすために動くことにはとても価値があると思うので、その行動によって救われる命は絶対にあるので、自分たちは選挙でしっかりと意思表示をしていきたいなと思っています。VTR の中でも選挙に行くという回答もありましたけれども、池上さん、どういった意味になるんでしょうか。そうですね、今の若い人たちってなかなかこう選挙に行ったって世の中変わらないよって思ってる人たちが多いと思うんですけど、でもやっぱり核兵器をなくすべきだという、そういう考え方の若者たちが投票に行くことによって、政治家もですね、その意見をこう受け止めざるを得ないんだろうと思いますね。世の中の政治を動かすためにも、とにかく平和を希求するという声をもう政治に反映させる、そのためにまずは選挙に行くということから始めるということだと思いますね。